ございます。どうも山桃です。集まれ動物の森やっていきます。前回ここクリスマスっぽいヨーロッパエリアを作りました。あれからクリスマス家具はまだ手に入れられてないので何も変わらずなんですけど、今日しまくりしながらレシピ拾えたらいいなって思ってます。前回とんでもない録画ミスしまして音声がガビガビ、お風呂の中で撮ってるような感じになっちゃってあんまりアフレコ入ってなかったんですけど、よかったら見てやってください。この温かみのある空間とかもね、いや可愛いわいいわ。でここもめっちゃお気に入りの空間やね。可愛いよな。海沿いのカフェ、ほっこりカフェみたいな感じですね、ここで。床に敷いてるマイデザインは私書いたやつなので、まあ、よかったら使ってやってください。じゃあ今日はどこのエリアを作っていくのかと言いますと、この左上の、あれここ通られへんのか、あここ通られへんねや、ちょっと待ってよ。こっちから回っていくか、この左側、ここのエリアを作っていこうと思います。ここはね博物館エリアにしようと思ってるんやけど、今回ねレトロな遊園地のある博物館を作っていきたいなと思っております。ちょっと草だけ抜かせて、もう日付を変更しすぎてすぐ雑草生える。もう何これ。ほい、マップは現在こんな感じとなっておりまして、この間作ったこのエリアはマイデザイン敷いてるからねちょっと分かりにくいんやけど、ここ発展させました。なので今日はこの左上の部分、ここをねもう存分に可愛いヨーロッパのレトロな街外れにあるような遊園地、もう私ねイメージはレイトン教授よな。レイトン教授のあれ何やったっけ、廃れた遊園地みたいなあったよな。うろ覚えやけどそういうイメージでいきたいですね。遊園地の家具もマイル交換でゲットしましたが、私はいつだってマイルがない。枯渇した状態でね集めれた分だけ引っ張り出しましょう。広場のアーチリメイクした遊園地シリーズを出していきます。こういうのも使えそうやねんけど、手回しオルガン、まあ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 一旦置いとこか。先にしまくりで崖とか作っちゃおうかな。あった、この辺ね、広場のゲーム屋台、広場の観覧車、あこれは絶対実際にマストでいる広場のメリーゴーランドで、あやっぱこの辺も欲しいな。電話ボックスとか、まあとりあえず出しとくのはそんな感じでいいかな。あ大事なこの凛々しい彫刻、ダビデ、ダビデ、崖の上のダビデをやはり作らないといけないので、私はいそうですね、なんとダビデが3個もあるっていうね、3ダビデです。これあと小物とかはまた後ででいいかな。大きい家具だけちょっと置こうかなと思います。ちょっとマップをね以前書いたやつがあるのでお見せします。ドドン、こんな感じになっておりまして、前回このヨーロッパ風のエリア作りたいって書いてあるところ、これ拡大してんねんけど、この広場部分を作ったので遊園地って書いてるここ作っていきます。前に遊園地置いて、奥にね博物館を置きたいなと思って、でその奥にダビデを置きます。そんな感じでやっていこうかな。どんな空間が仕上がるかは分からへんねんけど、ちょっとお楽しみに。じゃあまずここの広場は木とか植えよっかな。この横植える、植える、ジグザグに植えていきたいな。植える、植える、したいねんな。不便やな、この後ろ通られへんの。見えへんから通れるようにしといて、ショートカットできるようにしとこう。よいしょよいしょ。でこの端っこに置きたいです、この広場のメリーゴーランド。あ置かれへんか、無理かこの幅。あもう一マス広げなあかんか。お置けた置けた。あの木邪魔かな。あ見えへんな、この辺木植えすぎてても見えへんかもしれへんから、おっきい木やめて小さい木にしよっかな。うわちょっと待って、なんでタイミングで鉢。ちょっとじゅんくん、じゅんくん、じゅんくん、ちょっと助けてじゅんくん。壊れてるのかい。噛んであげたいけれど許してくれ、無力な僕を。よしよし、じゅんくん、たまたま揺らした木が鉢の巣やった。どうしたらいい、私じゅんくん、逃げていったよね、ジュン君。あの、ジュン君いたよ、ジュン君。あれどうしたんだい。いつもと雰囲気が違うね。あれさっきの記憶なくしてる、ジュン君もしかして。髪型変えた、よしよし。ジュン君蜂に刺されたんだよね。あー、ジュン君、オッケー。それじゃ僕がダンスしたら気が晴れるかな。ダンスして、ほらじゃん、ダンスしようよ。ジュン君引っこ抜いて針葉樹の苗を植えておきます。
と身長低めの木にしておきたいな。全部遠くの方にメリーゴーランドが見えるようにしたいねんな。ってことあれやな、もう一段上にしても可愛いか。いやちょっと待って、もう一個こっちに出そうか。この端っこに置いたら角は丸くできひんよな。あーやっぱ無理やな、角は丸くできひんから、もう一マスずつ増やしてここで角丸くしておこうか。でもこの辺に木植えてしまうとやっぱ若干見えにくくなるかな。こっち側の木の量は減らすか、こっちをもう一段上げよっか。いけ、うわ置かれへん。横の幅もう一マス広げなあかんのかな。さあこれでどうや。あれ横幅も足りひんってこと？あれ置かれへんな。もう一マスずつ横幅もいるってことか。これで置けるやろ。何マスや。 1,2,3,4,5 5×5 で角を丸くしてる。これでどうや。来い、来た、置けた、よかった。できるとこまで崖崩したいな、これあったら。え、崩されへん。ここ崩せるやないかーい。あーでもこうするとここ崩されへんのか。丸さ出したいからここは置いときましょう。ちょっとアンバランスな感じになってまうけど、やったら後でなんかこの辺に物置くか。一回あの高さに置いとこうかな、メリーゴーランド。この辺に博物館を置くとして、そして崖の上のダビデをどこに設置するかなんですよね。こっちも崖作ろうかな。先に博物館移設させちゃおっかな。ちょうどこの辺に博物館置けるかな。崖が近すぎる。もう一個後ろ行けるかな。ほんならこれここでも行けるな。想像してみよう。ここ良さそうやな。ちょっと考えるか。ここに置くとして、この辺からこう写真撮ったらいい感じになるかな。ここにダビデ置けるかな。もうちょっと崖増やそう。こっちこっちまで作っちゃって、やっかる、やっぱここでいいか。はい、ここで大丈夫です。明日が楽しみやな。この辺に博物館がドーンってくるから、ダビデはこの辺に置くことになるかな。でこれ後ろからライトで照らしたりできるかな。ここまでが限界ね。いいライトないかな。ステージライト、スポットライトか。どうしたもんか。一回ステージライト置いてみるか。持ってたかな今ステージライト。今ライト持ってなかったのでステージライトを注文しておきます。今持ってるライト一回飾ってみようかな。スターライトを置ける。この辺にこのスターライト置いててもいいかもしれへんな。じゃあこれでちょっと次の日行くか。おー移設できてる。あ、めっちゃいい感じかも。ダビデのインパクト半端ないけど、めっちゃいい感じかもしれへん。これメリーゴーランドやっぱ一段上でもいいかもな、この感じやったら。そしてダビデが案外おしゃれやな。これちょっと待ってくれ、思った以上にいいぞ。そしてちょっと埴輪か、ちょっとどいといていただきましょうかね。ライトがねいろいろ届いたので光加減を見ていこうかな。やけど夜じゃないかちょっと分かりにくいかな。長細いやつが届いたよ、このステージライト。いやーでもなんか黒やからな。どうしてもダビデをライトアップさせたいもんで。あーでも照らされてんな。あ、照らされてるかもしれへん。こうやって上から見ると、あ、黒いライト置いてやんなってなんねんけど、こういう感じでカメラ起動したらちょっと分かりにくくないかな、この辺とかで。やけどダビデの後ろにはライトあるくない。今日中やから分かりにくいねんけど、若干照らされてるのが分かるかなと思うんですけど。あ、ちょっと待って、これちなみにリメイクできるか持ってこっかな。口の黒い部分もね、ホワイトにできたら一番理想ではあるんやけど。そしてマイル交換でね、いろいろ買いました。まだ足りてなかった分を。広場のエア遊具、広場の時計、パブリックベンチと、あとスプリング遊具を買いましたので、これリメイクしに行ってきます。あー、なるほど。
この縁の部分、これはできひんねんな、リメイク。ライトの横の部分は。じゃあホワイトのまんまでいっかな。ほんじゃあとスプリング遊具、ゼブラいいな、ゼブラにしちゃおう。広場の丸々シリーズが緑とオレンジのあのクラシックな感じやから、そういうリメイクできたらいいねんけど、どうしよっかな。で待って、もう一個スプリング遊具があんのよな。これを出して、これもリメイクしちゃおう。イエローが結構パキッとしたイエローやから、ブラウンにしとこうか。もう一個せーな、ブラウンにしておきます。そしてこの広場のエア遊具、これもあクラシックにした、結構黄色くなんのか、たらいらへんかもしらん。5000マイルが。せーな、これはクラシックにしよう。緑色が可愛い。でパブリックベンチもこのグリーンかけるオレンジ、これにリメイクしておきます。ちょうど広場の遊具とかのクラシックに色が合うと思うので、これも合わせてどっかに置こうかな。そんなもんかな。じゃあありがとうございました、改造さん。帰ろうわほなら。ってことで、まあこのステージライトはこれを飾っておこうかな。あんまり上から見んといてもらって、このスターライトでもいい感じに隠しておこうか。多分ちょっとマイデザインは敷こうかなと思います。感じでマイデザインは、おボンジャー、お買い物か。奇抜な服着て博物館に遊びに来たんか、ボンジャー。この辺までマイデザイン引いてみようかな。一回引いてからちょっとバランス見つつ調整していきましょう。まずここまで敷けました。引いてみてから言うのもあれなんですけど、もう一列ずつ小さくしてもいいかもしれんぞ。こここうしてもいいかもしれんな。公園っぽくしたいからさ、ちょっとしたそんな道幅広くなくてもいいんかもと、すべて引いた後に思いました。はい、できました。道縮小、こっちの方がいいかもな。ここあ、こっちの方がいいかもな。こうしとこう、レッドカーペットのように。オッケー。じゃあこれで左右にいろいろ置いていこうかな。とりあえず入り口っぽいところに広場のアーチを置きます。おかわいい。ここ入り口とするんやったら、前の池とかどうしよっかな。橋かけよっか。ここにも橋かけんのありかもしれんな。から斜めにかけてもいいかもな。ちょっと微調整しながらどうするか考えます。ちょっと待って、風船飛んできてるな。は、風船飛んでるな。クリスマスのレシピ、クリスマスのレシピ。パチンパクチャブチャブ、これ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 、クリスマスのレシピ、クリスマスのレシピ。あ、違う、クリスマスのレシピ、あ、ちょ、はい、来たんちゃうのこれ。ソロボチ、どない？え？オフィスキャビネット？あ、まあ、でもなんか使えそうやな。え？のレシピ出えへんねん、クレアちゃん。私が描いた恐竜もどきのパーカー着てる。ってわけで、ここ斜めの端をかけたいので、こんな感じで階段状に作りました。この今ギザギザになってる角の部分を平たくしていきます。どうやろな、端ちっちゃくなるかな、これやったら。だからこの辺は埋めておきましょう。ほんましまくりってさ、一回これでいいかなと思ってやってみてもなんかしっくりこうへんのよな。パッて頭に浮かんだものをさ、すぐさま形にできたらいいんやけど、あいにくそんな脳はないんで、やり直して試行錯誤してやってます。こっちの方がいいな、斜めに端かかってる方が可愛いかなと思うので、これでいきましょうか。ここ崩したら、ここ崩したいな。ちょっともう一マスずつ広げおっかな。そうやな、もう一マスずつちょっと広げます。はい、ここ。せ
いな、こんな感じかな。ここを川にしちゃいます。で、ここ一マスお花植えときたいな。ヒヤシンスをここに植えておいて、じゃあここに橋をかけます。お、いいやん。はい、オッケー、ここに決めます。じゃあこれで合金するか。もうどん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 ベルがなくなっていきます。そろそろお金ためなやばいよな。はい、オッケーでーす。そうやな、こっちの道とつなげるか。うまいことつなげれるかな。やってみるか。というわけでジグザグな気もするけど道引けました。うん、自分で作ったバイデザインやけど、ここ気に入ってへんから物で隠したいな。ちょっとまだ考えます。じゃあいろいろと広場のアイテムを置いていこうかな。この辺に広場のゲーム屋台、あ、かわいいやんこれ。ここでゲームできますよって感じにしといて、広場の観覧車、あ、観覧車どこに置こっか。ちょっと一回置いてみようか。この辺どう、観覧車とか置くの。うん、この辺に今電話ボックス置いとくか。ダビデと被らへんかな、若干被るか。やったらこっちの方がいいかな。電話ボックスここら辺に置いておきましょう。広場の時計をがっつり博物館の前でもいいか。パブリックベンチを置いておきます。あ、かわいい。え、めちゃくちゃかわいくない？ここで写真撮って起動して、え、むっちゃかわいいが。ちょっとこっち一個キー成長止めとこうかな。もうあまり成長しすぎても電話ボックスが隠れちゃいそうやから、フレーツを植えて、これで小さい木のまんまやな。あとはまだまだ殺風景やかなんか置きたいのと、ここ今自由に出入りができる状態やから柵を置きます。何の柵にしよっかな。ちょっと待って、私虫網持ってたな。蜂捕まれたな。ハロウィンやけど馬車の色合いがここの雰囲気に合うから置いてみよっかな。この辺にユリのレコードプレイヤー、手回しオルガン、ここにサンクスギビングな暖炉でも置いて、この馬車をこっちに置いちゃうか。どう、この辺にバブルマシンとか。あ、いいかもしれん。あっこにバブルマシン隠すの。あー、かわいい。この観覧車の裏に隠しておこうか、バブルマシン。スプリング遊具をこっちに持ってきます。いろいろ試行錯誤してこんな感じになりました。やけどまだもうちょっと置きたいものがあるので、ポンポン置いていこうと思います。ドールハウス置こうかなと思って。うん、この色可愛いよな。ここの上に置いてたものたちを一旦撤去しまして、ここにはトイなコンテナを置こうかなと思って、もう一個置く。この辺にマネキン飾っとこうかな。
ちょっと遊びに来ましたよ感を出しといて、ここにちょっと密かにマネキンを置いておきまして、チェロを置いて、この辺にペンキ缶を置いとこっかな。あ、この辺とかでも写真撮ったらいい感じ。やっぱこの辺がフォトスポットかな。ここ。あー、かわいい。どうでしょうか。可愛くなりました、博物館前が。ここね、ぜひフォトスポットなので遊びに来てください。じゃあちょっと見ていきましょうか。仕立て屋のクーポンとかをここに置いたりして、あのチケットを買うような感じにしております。でここなんかチケット券売機みたいなイメージ、これほんまは全然そんなんじゃなくって、アンティークなラジオなんやけど、なんかここで発見するような感じにしてます。どうだろうか。お気に入りエリアです、ここで。ちょっと休憩できるスペースもあったりして、いい感じにお写真が撮れそうですね。そしてこの手回しオルガンも一番雰囲気合いそうなものにリメイクしました。ここで鳴ってる音楽はケケパレードです。遊園地っぽいかなと思って、フォロー馬車とか置いたり、あとまあこっち側にねストーブ置いたり、サボテン置いたりしてみました。で恐竜はここに設置して、ちょっとね熊の大ちゃん置いたり、講義室の椅子も置いてます。このエリアもねちょっと変えました。本を読めるスペースとなっております。アートを感じてみてはいかがでしょうか。じゃあちょっとお散歩してみましょうか。博物館エリアが完成いたしました。すんごい可愛くできて大満足でございます。やっぱり崖を作ってその上にあのメリーゴーランド置くっていうのが今回の一押しポイントなので、密かにメリーゴーランド回ってる感じが本当に可愛いなと思いました。丸崖の上のダビレという我が島の名スポットも作れたので、ここを観光しに来てください。ぜひぜひ待ってます。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。